おみめです。今日は、はい、伝えたいことがあります。ちょっと前にニュージーランドに帰ったんですけど、秘密にしてることがあります。妊娠？妊娠じゃないですよ。ああ、ビザが切れたんだ。いいえ、まずニュージーランドといえば、ニュージーランド、あ、コアラ。オーストラリアじゃないですよ。キウイですよ。あ、羊。羊は結構います。その映画ロード・オブ・ザ・リング、ロード・オブ・ザ・リングで見た通り、自然はすごく綺麗ですよ。それ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 、墓。 Yes、 墓はマオリ族の超インパクトある踊りですね。でもニュージーランドのことはそれしか思い出せないかもしれない。なので今日は伝えたいことがあります。ニュージーランドは羊だけじゃないです。実は8月にオーサムウォーという動画コンテストを優勝した日本の高校生10人と一緒にニュージーランドに行きました。私の出身オークランドです。ニュージーランドは日本と同じ島国なんですけど、ピーター・ジャクソン、ロード・オブ・ザ・リングの監督が言った通り、ニュージーランドは小さい国じゃなくて大きい村です。日本と比べたら人口が少なくて本当に小さい国なんですけど、どこに行っても自然が綺麗で、どこにもないマオリ文化があります。でも今日は私の意見じゃなくて、日本の高校生の感想をシェアしたいと思います。全部動画で紹介しますので、最後まで見てくれたら嬉しいです。それでは動画キュー。こんにちは、浅本博之です。 My name is Miharu No. My name is Emma. 山本健三です。 Hi, I'm Ami. 木崎正文です。 Hello, I'm Minami. 平沢剛です。池田日和です。沼野真由です。皆様、離陸時の着陸券、商品券は事故防止のためお足元のお荷物は一番前奥の格ご指導ください。私にとってニュージーランドは自然が豊かな国です。ニュージーランドで住む学生と友達になれたり、イノベーションっていうプログラムは全く日本と違うなと思って、その考え方を日本でも持ち続けたいなと思いました。でもすごい空気が綺麗で、日本ではなかなか経験できないようなハイキングとか、もうなんか景色もすごい綺麗で、すごいびっくりしました。本当にあの世界に友達ができて本当にいい体験になりました。アラマイラエガマニヒリスワラギエハラマハラマアラマイラ。 Thank you for welcoming not only us but also our families and our ancestors. 訪問者としてではなくて家族として迎え入れてくれて、すごいそっちの現地の人とも仲良くなれて良かったです。おー、頑張って頑張ってカオラカオ、頑張って頑張ってカオラカオ、で寝てたんがたふふる。ちゃんとした墓を、踊ることができてすごく嬉しかったです。お花作ったりするのとかすごい楽しかったです。歓迎するときには必ず歌を歌うとか、花と花を合わせるとか、そういうことは昔から文化を本当に大切にしている人たちなんだなと思って、すごい、感動しました。すごく実際に自分の体で文化を感じれたので良かったです。ラグビーは見るのもやるのも初めてだったのにもかかわらず、あんなすごいいい席で見られて、なんかオールブラックスすごいなっていうのをすごい思いました。人生の中ですごいいい体験ができたなってすごい思ってます。
きになりました。スポーツがコミュニケーションが大事とか改めて気づけたことも多かったので、これからの人生にも役立ったなって思ってます。できないとか見えないとかやれないとかそういうのが関係なく、みんな平等に扱われているんだなって思って、本当に日本もそうなればいいのにっていう感じで、でも驚いてとてもびっくりしました。たくさんの世界中からたくさんの人がいて、みんなでお互いにそれを尊重しながら生活してるっていうのはすごいことだなと思って、そんなに大きくない国なのに世界が集まってるみたいな感じで、またニュージーランド行きたいです。どうだったでしょうか。ぜひコメントで教えてください。私 Twitter と Instagram もやってますので、ぜひぜひ Follow me、 高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょうね。バイバイ、キョーラー。